こんにちは。 BMW iX の試乗会に行ってきました。 BMW の未来のデザイン、パワートレイン、テクノロジーを凝縮することをコンセプトに開発された1台をご用意いただきました。50と60ってどのあたりが違うんですか？パワーとトルキがもう全然違いますね。はい、では BMW iX を試乗させていただきます。ドライバーの春日井さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。 100% 電気自動車になります。全くこれゼロベースで開発された新しいお車でして、今後の BMW の在り方を示していく一台でもあります。では試乗行ってまいります。こちらがスタートスイッチになります。はい、ブレーキを踏みながらこれを押すと、これでも車が起動した状態になります。当然エンジンが乗っていないのでエンジンは全くありません、はい、ね、振動もないですね、はい、代わりにですね、今音楽が聞こえてきたかと思うんですが、はい、これがこの起動時の演出音になってまして、著名な作曲家のハンスジマーがこの音を手掛けております。あ、そうなんですか。今ちょっと鳥肌立ちましたどこかこうゲームチックというか、はい、ちょっと音楽的な要素も強めになってます、はい、非常にボタンが少なくなってます。うん、この車エアコンはここから操作します、うん、これで今エアコンがオンになってます。今日みたいなですね、すごくもう蒸し暑い日なんかはシートベンチレーションといって、このシートの下にファンが入ってるので、シートがどんどん涼しく冷たくなってくるんです。あ、そうなんですね。ステアリングヒーターもついてます。もうついてます。またこれもいい音ですね。このですね、ウッドパネルにスイッチが入ってるんですけど、結構このキャッチ感もいいので、走行中にこう操作していてもちゃんと押したなっていうのが分かるようになってます。心地いい。これって回してみてもいいですか？あ、どうぞ。はい、クリスタルでできております。綺麗。あ、この操作性も気持ちいいですね。非常にこう滑らかに動きますし、これ押すこともできるので。こちらがですね、シフトレバーになりますね、はい、今これ手前に引きましてドライブに入ってます、はい、従来のパーキングスイッチと呼ばれるものがついていないので、うん、停車して降りる際はこちらを押していただければ自動でパーキングに入り、パーキングブレーキも同時にかかります。じゃあサイドブレーキがない？ないです、うん、これを押していただければ同時にかかるので。では出発いたします。はい、出発です。走り出しも静か。SAV スポーツアクティビティビークルと呼んでおります。これもこうやっぱりスポーツカーを得意としてきたメーカーですので、一般的に SUV という名称は車内では使ってないんです。この車は一番バッテリーがですね、大きいモデルになりまして、カタログ値だと大体600キロぐらいにはなりますが、100キロ走れば全然十分です。ここのスイッチがありまして、これ押していただくとワンタッチでクリアになります。感激。これもう一回ぜひ押してみてください。はい、押します。あら、すごい。スモークがかかりました。これだけガラス面積も大きいので、夏場なんかだと日差しとかですね、結構気になるかと思うんですけど、そういった際はこれスモークオンにしていただければジリジリ感っていうのもかなり低減されるかと思います。やった、お台場に行きます。大きくて見やすいですね。そうですね、ナビもかなり大きいので、運転不慣れな方とか結構目線そらすのは怖い場合で、そうですよね、比較的見やすいんじゃないかな。このナビが一体化になったのってこの車が初めてなんでしたっけ？そうですね、これがOS8 と呼ばれる一番最新のシステムを積んでます。うん、浮いてますもんね。カーブドディスプレイと言いまして湾曲ディスプレイです。選べるわけですか、バッテリーの容量？グレードによってバッテリーの大きさが異なります。ちょうどですね、今このメーターに、はいはい、残りの航続可能距離が映し出されています。バッテリー残量が 99% で、残りが471キロ。あ、 AR ナビだ。さようでございます。前のカメラ、近未来フロントのとこのカメラがこれで見えちゃう。カメラ、ウォッシャーが出るんでしたっけ？はい、ウォッシャーが出ます。ちょっとこう泥道なんか走ってカメラが汚れてしまったりとかしてもウォッシャー液がきれいに落としてくれる。素晴らしい。リアルタイム4かな。これはリアルタイムですね。常にこう駆動配分を車がチェックして適切な駆動力を4輪に作ってます。すごいですよね。ここもクリスタルでラグジュアリーです。
今までの BMW とこのスイッチはシートの横に隠れてついてたんですけど、このモデルはここについてます、ね、ここにつくことによってこのカップルディスタンスと呼ばれる横の同乗者との距離ですね、室内空間をたっぷり取れるので、はい、室内が広くなるといったメリットもあります。だって車感ないですもん、お部屋みたい。スピーカーも標準でこれがついてるバウアー&ウィルキンスに関しては、グレードによるオプション設定となります、まあ、先ほどからこうリビングのようにというふうにおっしゃっていただいたんですけど、はい、コンセプトはまさにリビングルームそのものなので、これオプションであのシートの革とか色の選べちゃう、もうはい選べます、ね、この革がですねスイートレザーという一番最上級のものを今回ご用意しています。滑らかな革です。こちらにあのオリーブのマークがついてるんですが、はい、このオリーブというのも本来あの捨ててしまうオリーブの葉っぱを抽出し、そこから抽出したオイルを使ってなめしています。あ、やっぱりこう余すことなく非常にまあサステナブルという意味でこういったマスクをつけています。そうですよね、最近ね増えましたよね。車両自体がですねこのグレードですと1740万円からとなっています。うん、急速充電と、はい、あって通常だとどのぐらいで満タンになるんですか？例えばですねご家庭の 200V と呼ばれる充電器だと、うん、まあ、この車バッテリー容量相当に大きいので、うん、大体ですけど、まあ、18時間とかそのぐらいはかかってしまいます、ね、ただそのあくまでこれカラカラな状態から満タンに入れた時のお話なので、はい、まあ、実際にはこう一晩充電しておけば、まあ、十分な距離は乗れるんじゃないかなといったイメージです、うん、足元も広いですね。ここは何もないからいいですね。これも電気自動車の特徴ですね。後ろも広いですか？めちゃくちゃ広い。よかったですね。所有者は開けちゃいけないみたいなのを聞いたんですけど本当ですか？修理の人しか開けられないって。あのボネット、この車基本的に開かないようになってます。うーん、メンテナンスの時以外はもう触れないようになってるので。この六角形のステアリングって握りやすいですか？はい、普通に運転する分にはもう全く違和感ないですね。結構手にこうフィットしてくれます。この握り心地というんですかね、もう非常にいいですね。あ、ちょっとしっかり。この六角形もですね今後のこう自動運転が進んで、はい、ステアリングがこういずれなくなっていく、そういったことをですね想定してこういったデザインを取られています。だから次世代電気自動車っていうんですね、はい、今までのやっぱ車のこう在り方概念っていうのとは全く異なるところにあります。50と60ってどのあたりが違うんですか？300m先、ね、潮崎橋を斜め右方向です。全然違いますので、最大トルクが 1100Nm とものすごいトルクを持ってまして、はい、イメージで言うと中型トラックと大型トラックの押し出す力並みの出力を持ってます。今モードは普通の、これ普通の状態で走ってます、今これで手前に引いて、はい、B と入れたんですが、はい、これがですね回生ブレーキといって、減速時にこう今どんどんエネルギーを回収していってる状態になります、はい、回生ブレーキというのをうまく使っていただくと、例えば今ですねブレーキペダル一切踏んでないんです。この状態で完全停止まで行います。え、一切踏んでなかったんですか？はい、今アクセルをこう離しただけで完全停止まで。結構目線高いのにしっかり走ってる感を感じられますね。こうちょっとですね目線高いとあのグラッとしたりとか、うん、そうですよね、風で煽られたりとかっていうのもあるかと思うが、この車は全くそういった挙動は見せないです、ね、というのもこの床下にですね全てバッテリーが入ってるので、一番重たいバッテリーが下からこうイメージとしてこう引っ張ってくれてるような、そんなイメージになります。だからなんですね。バッテリーの点検とかもユーザーさんご自身で何か点検とか、はい、そういったことは必要ないので、はい、基本的にその点検といっても日常点検、空気圧とかそのぐらいあたりは普通の車と変わらないので、特に何か EV だからといって、特別な作業が必要になるとか特別なメンテナンスが必要になる、そういった心配はないかと、まあ、これは正直まあ EV 全てに言えることではあるんですけど、やっぱりこのバッテリーリチウムイオンを積んでるので正直劣化というところは避けられないです。音声入力これはしょうがないです。ただ最近はその劣化の割合というのもかなり低くなってきてるので、3年で目に見える劣化はほとんどしないです。8年16万キロバッテリーの劣化をあまり心配する必要はないのかなと思います。今もですね
ブレーキペダル一切踏んでないです。ずっと今アクセルの、オンオフだけで走行しています。慣れてしまえばブレーキペダルに足を押せ替える必要もないので、こういった下道なんかだと本当に運転も楽になります。じゃあ前との車間距離は車がは測ってます。測ってる、はい、それに応じて自動的にこの回生力っていうのも調整してくれるので。へえ、すごい。ただまだまだ普及するための価格ではないかと思うんですけど、これからのこう1台でもあるので。これスポーツモードにしたら音変わったりするんですか？ちょっとですね、試してみます。音がですね、少しこのノブとくという演出のための音なんですけど、うん、音がですね、若干こう室内にもっと響くようになります。で、ゼロ状態から踏んでみます、はい、うわぁいや怖い。あ、ジェットコースターだもんこれ。すごい、これはすごいちょっと言葉にならなかった今。大きくて重たい車が、そうですよね、加速をするので。すごい、スポーツカーだ、ね、帰りは高速首都高で戻ります。カーブです。安定性が著しくいいですね。これはレインボーブリッジ、開放感があるからすごい気持ちいい。エアサスペンションがついてますので、非常に快適な乗り心地を確保しています。50と60がエアサス、エアサスペンションになりまして、40に関してはエアサスペンションオプション扱いとオプション。やっぱり乗り心地優先であれば、まあ、絶対につけたい装備かなと思います、うん、この特有のこのふわふわ感ですね、はい、あまり好まない方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、この車の場合だとこのふわふわ感っていうのは非常に少なく、そうですよね、どこかこう芯のあるような、はい、はい、こうなんていうんですかね、骨があるような、うんうん、そういった乗り味のエアサスなので、乗り心地とこの重量を支えるこの安定性の両立、これが可能となっています。あまりふわふわしてて私酔いやすいので今頃酔ってますね。見てますね、やっぱり見てますね、このお顔あ、これはもう高級車ですね。すごい後ろがだってすごい広い。この後ろのシートも、はい、ここの横のところ分かりますか、ここにもクッションがついてるんです。本来車ついてないんですけど、はい、ついてますね。この後席の方がちょっとこう真ん中を向いて、はい、また家のリビングでくつろごうかな、なるほど、ここちょうど話もできるようにサイド部分にもクッションがついてます。なんかもうロールスロイス並みの乗り心地、結構近いですこの車、ね、ロールスのあのカリなんですかね、うん、SUV の結構近いです。地下駐車場で暗いのに結構小回りなのに行けちゃうんですね、この車。これぐらいはそう、全然もう問題なく行けます。これか、はい、ボタンがある、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。このサイズ感で結構小回りが安定して効くなと思ったんです。そしたらリアのタイヤに秘密がありました。お願いします。はい、4輪ソーダシステムが搭載されております。それは切った方向に対して逆方向に3度回りますので、うん、すごく小回りが効くように設計されております。それは曲がる際および駐車する際にとても役立つ、小回りが効きましたっていうふうに感じる特徴の一つですね、うん、デザインとしては大型化されたキドニーグリル、キドニーグリル i4 とはまた異なるこのライトのデザイン、それからこのエアインテークのデザイン、サイドからのホールの未来的なデザインが施されています。押してもいいんですか？はい、押してください。おっしゃ！なんていうのも一つですね。これ曲がると角度が変わるやつですか？そうですね。すごいタイプ。タイヤって何インチがこれ？これは22インチ。うわ、すごい大きさですかね。標準装備で、はい、長めのこのテールライト、これもこの IX の一つの特徴です。テールゲートを上げていただくとこのライトが全て上に上がってしまうので、後続車に知らせるためにここにもライトが施されているっていうのも特徴の一つかなと思います。
これって今シート倒すことってできます？できますよ。私これ押してみたいんです。え、引くんですか？押す。引きますね。引きます。うわ、簡単。左側を引いていただくと、このバックをまた外していただくと、大容量の荷物が車中泊もできそうですね、はい、そうですね、できるかなと思います。ここにちょっと少し、まあ、フラットではないんですけれども、うん、布団を引いていただくと車中泊もできちゃうかもしれないですね、はい、でエンジン止めてエアコンつけとけますもんね。はい、そうですね。このドアの分もどうかなと思ったんですけど、全然問題ないですね。そうですね、またちょっと i4 と違って、ここが引くタイプではなくて、この高にあるレバーを押すと、こう軽く押していただくと、こうやってロックが解除されますので、そうしますとこうやって簡単に開くことができます。で、どうしたっけ、はい、シートを上げていただくと、どうですか。あ、全然、はい、簡単です。ガチャッと言うまで押してください。はい、それで、もう簡単です。これは M 社が手掛けた IX になりますので、大窓との違いは M ロゴがリアですね、はい、ここについてるのとブラックを使ったこれが初めて登場しました。これがかっこいいです。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価お願いします。